さんどうもこんにちは、あやなんです。アボカド1個とコマ納豆2つ合わせてネバネバそれです。今日はですね、先日ね、私たちの子供が生まれたんですけれども、おめでとうございます。おめでとうございますその時にですね、たくさんのリスナーさんからいっぱいお祝いのコメントをもらったんですけど、その中でもですね、手の込んだ動画を作ってくれるリスナーさんが何人かいて、その時に見てね、もうね、大泣きしたわけなんですよもうね、超感動するの、それが俺もなんか、LINE でその動画を送られてきて、家で一人で見てね、結構言ってましたね。皆さんには見ていただきたいと思いまして、みんなと一緒に見たいと思います。はい。で、ただ見るだけではちょっとあれなんで、ちょっと私たちもパフォーマーとして今みんなカメラを回っている状態の前で泣くっていうのはちょっと叱るべき行動だと思うので、絶対に泣かないでその動画を見終えたいと思います。はい、泣いたら負けと。泣いたら負け。やっぱね、パパとママなんでね、そう、もう悠長に子供の前で涙の顔見せられないですよ。うん、ポンニくん。だからもうこれはみんなに泣いてもらう、私たちはもう見せる側ってことで、はい、はい、一緒に見ていきましょう。いや、他にもいっぱいいいのあったんだけどね。うん、あ、ちなみにちょっと注意なんですけど、著作権の関係でですね、ちょっと音声がもうヘリウムっぽく加工して動画では流しますんで、ちょっとあの感動が薄れるかもしれませんあーちゃんが一番号泣した。同じ、おなら高ぶったから、もう一回言って。おなら高ぶったおならが高ぶったって何？おならとかぶったから、今私のおならとかぶったから見直してって言ったのじゃあ見ていきましょうちょなんで待って、なんでこのさ、このさ、関節視野にさ、柴田のっていう横顔が見えちゃってもうダメなんだけど、仕切りたい。嘘今もう。何それ、重くない？ MacBook Pro が仕切りって。もうこうさせて。早い春の風吹いた窓際まで、大きなお腹撫でながら外よ。ちょっと待って、なんで笑うの？信じられないのよ、なんで笑うの？これつぼに入っちゃってんだよ全然面白くない。違う、この動画関係ないのもうこの、なんか笑っちゃいけないんだっていう縛りに、あ、それね、変なループが、どうしよう。あ、ベビーカー来た、ベビーカー来た、ベビーカー来たね。おぉ、ママから電話いくよ。うん、もう絶対本番ですこれが、はい、ちゃんと見よう。うん、みんなもちゃんと見たいと思う。うん、いきます、せーの。まだ早い春の風吹いた窓際まで、大きなお腹撫でながら外呼びかけてみたの。春のように心温かく穏やかであるように、そんな願い込めてその名前、君も気に入るのかな。もうダメだ、もう泣ける。初めて聞いた君の声忘れないわ。ママを選んでくれた君に雇って会えたんだね。しわくちゃで小さな手のひら一つ持っただけで、ほろり涙が溢れ出して、幸せってつぶやいてた。ママは弱いの、君が強さくれたの。いつでも通って踊りいいよ。ママの寂しさも君が包んでくれるの。ねえ聞いてちょうだい、
これだけは伝えたい。ありがとう、生まれてきてくれて。あーちゃんの大敗北です。いや、これはね、何回見ても泣けるんですよ。俺も来たんだけどね、なんか垂れるくらいではなかった。多分ね、この産んだこの人、産んだ本人のこの精神状態じゃないと、なかなか数十秒前まで爆笑をしてたので。すごいね、落差が。あーちゃんが最高級と。あーちゃんの大敗北でした。幸せですね。でもいいと思います、こうやってね、いっぱい笑っていっぱい泣く感情豊かな家族で、はい、これから楽しく頑張っていきましょう。そうですね。楽しく楽しくいきましょう。終わりです。